赤穂木が用跡は、岐阜県高山市赤穂木町、鎌幌の三墓山東南斜面にある、奈良時代の河原の鎌跡。ここで生産された河原は、日が国分寺で用いられたことが知られている。1976年11月9日付で、国の史跡に指定された。高山市の市街地北西にある、三墓山の山中に所在する4つの河原鎌跡から、なり、画用の周囲には、 平安時代から鎌倉時代にかけて使用された二つの世紀鎌跡がある。画用は瓦を調整するため成形した瓦を並べて、焼けるように内部が階段状になっている、半地下式の上り窯となっており、奈良時代後期から平安時代にかけて使用されていたと見られている。鎌跡からの出土品には、のき丸瓦、のき平瓦、丸瓦、平瓦、たる瓦や、 鬼瓦などの多彩な瓦のほか、鉄製釜、月類が出土している。瓦の一部は、飛騨国分寺から見つかったものと同種のものであり、飛騨国分寺の瓦が東0日間後で生産されていたと判明している。出土品の内容は釜ごとに大きな差がないため、大量の瓦を生産するため連続的に構築されたと考えられている。年月日に、 赤穂木史跡保存会が古くより鎌倉と呼ばれていた地を発掘したところ、ハフリベドキ派編と河原、灰、炭が出土して見出された。その後発掘域を広げたところ鎌跡が発見され、1948年12月3日には岐阜県の史跡に指定された。画用には1号用から4号用までの番号が付けられており、最も仮層にある4号用から構築され、ついで2号用。 三号用、最後に一号用が作られ、何度か修復を経た上で用いられていたことが分かっている。調査の結果、煙出しの一部が土砂により破壊されているものの、状態は二号用と四号用で、天井部分が残っているなど良好である。釜の大きさは奥行き9メートル前後、幅1メートル前後で、段数は判明しているもので16段と6段のものがある。 国分寺の構築に関する重要な史跡であるとして、1976年に国の史跡に指定された。近隣には平安時代後期の窯跡で岐阜県の史跡に指定されている吉間雇用跡がある。ありがとうございます。